ション低めでしょ。ちょっと痛いんですよね。もうまあいいや、一人で頑張るわ。はい。新人さんが、はい、いつだっけな、11とか12ぐらいから、はい、まあ、研修を兼ねて入ってきて、で、4月からね、新しい生活介護に入ってきましたと、はい、で、まあ、結構やっぱみんな、なんかこう意欲がすごい新人さんであるから、まあ、学びたいんだみたいな相談を受けるんですよ、はい、でそれ自体すごいいいなと思って、で何学びたいのって言ったら、はい、こう体の使い方みたいなこうボディメカニクス的な話とかね、そんな話だったんですよ、はい、で、あ、そうなんだって、で、まあ、その体の使い方、まあ、要はなんだろうな、こう解除の仕方みたいな、ね、で、なんでって聞いてったら、まあ、利用者さんがこうやってやってますと、はい、でこれをこうなんかこうそのなんていうの、まあ、体のそういう、こう機能面とか筋肉とか、うん、まあ、そういうことでこう上手にこうして、うん、でこれでこう何て言うの、お仕事ができるみたいなことをやりたいんですって言ったわけで、その時に、あ、なるほどなって思ったのは、その方別に何て言うかな、こう体の拘縮とかでこうなってるわけじゃないし、うん、実は その人はこうすることによって安定してるわけ、気持ちがね、うん、で、あ、そっかそっかって、そういう、ことではなくて、まあ、その人を知るところからじゃあ始めてみないかっていう話をして、まあ、一旦そういう話をしたんですね、まあ、つまりこう知ること、まあ、見立てるとかですね、まあ、アセスメントって言われるようなことをもう少しこうちゃんとやっていこうと。でも、まあ、学びたいって言ったから、まあ、そういうディスカッションになったんですけど、結構だからその、うん、新人さんが知りたいと思っている根幹が本当にそれが合ってるかどうかみたいな、まあ、もちろんね、大事なんですけど、ボディメカニクスみたいな話も大事なんですけど、なんかこう、もうちょっと根幹なところを、知っていこうねみたいな話ができたのはすごい良かったし、我々もどんな研修をね、みんなにしていけばいいのかみたいなことの、まあ、一つこうヒントをもらったなっていうふうに思いました。対人援助職のもう一番根幹はやっぱり知ること、うん、で同時に利用者にも知ってもらうこと、うん、まあ、そうやって関係構築をしながら、まあ、その人たちもね、こう活躍できることを、まあ、一生懸命一緒にやっていけたらいいなっていうふうに、思った出来事でした、はい、というわけで、ちょうどその、3日後かに研修プログラムを立てるっていうのがミーティングがあったので、はい、明日はそんなお話をしていきたいと思います、はい、というわけで今日もおしまい、バイバイ。